こんにちは、はやすんちのやすです。そしてこの子はサバンナモニターの大福くんですね。今日はこの子にご飯をあげていきたいと思うんですけれども、見てわかる通りね、もうお腹ペコペコです。今にもね飛び出してきそうな感じなんですけれども、今日はこの子のためにねいいご飯を買ってきました。今日はねそれを一瞬でねペロッと食べちゃうと思うんで、皆さん見逃さないようにお願いしますね。今回あげるご飯がこちらです。じゃん、皆さんこれ何かわかりますか？こちらですね、クジラ肉のお刺身になります。いやー奮発しましたね。普通に僕が食べたいぐらいいいお値段しました。この量でですね、今回はこれを大福にね全部一瞬でペロッと食べてもらおうかなと思います。このままだとねちょっと横幅が大きいと思うので、ハサミでねこう横線バーッと切って食べやすい大きさに切り分けたいと思います。細長くなったんでね食べやすくなったと思うので、これで揚げていきたいと思います。あー一瞬で溶けるぞ。よし、では揚げていきたいと思います。皆さん一瞬の出来事なので刮目してご覧ください。いきます。大ちゃんご飯ですよ。はいはい、どうぞ。あクジラ、あ僕のクジラ、あごめん、終わりです。ごちそうさまでした。一瞬すぎでしょあなた。満足しました？えって顔してるいやこっちも A なんですけど、はい、クジラ肉でした。美味しかったですか？はい、というわけで皆さん刮目してご覧いただけたでしょうか。宣言した通りね一瞬でしたね。はい、これからもこのサバンナモニターの大福の動画どんどん投稿していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録して応援の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また次の動画であやすんちにお越しください。バイバイ。